ロボットチャンネルロボモアです。渡るとタケルが体調を崩して、その後いろいろあって渡るが入院することになりました。まあ、順番に説明していくと、前に挙げた動画では喉風邪で渡るだけ肺炎になったっていう形だったんですけど、まあ、それから何回か病院に行って血液検査したりレントゲンしたりとかいろいろした結果、マイコプラズマという菌に感染して、それでマイコプラズマ肺炎になっているっていうことが分かりました。タケルも同じかは分からないけど、タケルは肺炎にもならずにもう元気です。でもワタルは、まあ、マイコプラズマ肺炎になってしまって、その後それだけにしては数値が悪いっていうことで入院になりました。大きな病院で見てもらった結果、もしかしたら他の菌も入ってて別の肺炎も同時に患ってるんじゃないかっていう話でした。とりあえずその数値が良くならないと退院ができないので、いつ退院できるかっていうのは現時点ではわからない感じです。まあ、もしかしたら早いかもしれないし、長引くかもしれないし、強制的にその熱下げて予定通りに行くっていう選択肢もできたんですけど、まあ、そうなると、まあ、そのまま元気に過ごせるかもしれないし、まあ、もしかしたらマイコプラズマの菌が全部死滅せずにちょっとだけ残ってるっていうリスクがあるみたいで、もしそうなってしまった時に向こうで再発っていうこともなくはない。ただまあまあ大丈夫だとは思いますけどみたいな感じだったんですけど、向こうで再発しちゃったら渡るが辛いことになるので、もうちょっとでもそのリスクをなくすために入院するっていう選択肢をね取りました。そのためフィリピンへ行く日程は渡るが退院してからという形で延期することにしました。予定通りの飛行機で行けるでしょうっていう形でずっと進んでたので、いきなり入院になって延期しないといけないっていう形になったので、もうかなりちょっとみんなバタバタしてます。行くのが遅れることで本人も希望の学校に行ける可能性がちょっと、まあ、低くなってしまったので、それがかなり応えてるみたいなんですけど、まあ希望の学校に行ける可能性がなくなったわけではないので、元気になって退院できたら希望の学校に入れることを願いながら申し込み行きたいと思います。まあ、その経過については引き続き脳とかロボ家の日常の方に細かいことは載せていって、まあ、こういったねちょっと大きなことについてはロボットチャンネルの方で動画にする形になるかなと思います。私たちも面会制限があってほとんど面会できないので、まあ、渡るから来るメールで、まあ、判断してるっていう形なんですけど、また何か分かったらその都度何かしらの形で可能な限りご報告して、これまでに撮影してる動画とかも編集できたら出したいと思います。ちょっと時間が長すぎて編集もあんまできてないので、そんな感じですもうちょっと何言ってるかも分かんないんですけど、できる限りでやっていきます。以上です。 LINE スタンプ第2弾発売中。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。